今からこちらのモンスターを一気飲みしたいと思います。いきます。どうも皆さん、こんにちは、なおです。というわけで今日はもう久しぶりに古着を買ってきたので、まあそれをちょっと皆さんにご紹介していこうかなと思います。いや、今回はあの真面目なやつです。あのいつもふざけているんですけど、今回は真面目にね、あの買ってきました。今回古着屋さんはあの西海岸っていう古着屋さんで買ってきました。なのでちょっとこちらをね、今から着替えていきたいと思います。はい、というわけでまず1枚目がこちらのトップスですね。黒い柄シャツで、まあこちらが、1280円になります。なんか俺の中で柄シャツブーム来てて、まあちょっとね、柄シャツをね、ちょっといっぱい買おうかなと思って、今回もね、柄シャツをメインに買ってきました。まあ一つ惜しいとこ言うと、まあこれがね、M サイズなんで、まあ、もうちょい L ぐらいね、大きくてもね、いいかなーっていう風に思ったんですけど、まあいいなーと思ったんで、これ1枚買ってきました。はい。はい、次はこちらなんですけれども、これは、ボトムスもトップスも、どっちも、古着屋で買いました。トップスはね、また柄シャツなんですけれども、まあ、今度はネイビーなんですけど、色が。でね、これ、可愛いんだけどさ、この柄よーく見るとね、あの、船なんですよね。船のイラストが書いてあって、可愛いなと思って買いました。で、大きさもね、ちょっとでかくていい感じで。やっぱね、このね、なんだろう、柄シャツはね、このテロテロした素材がいいですね。なんかわかんない、これ、なんつんだかわかんないんだけどさ、あの、テロテロしてるんすよ。ほら、ね、わかるでしょ、このテロテロしてる感じ。で、ボトムスは普通にジーパンですね。あのね、この色が好きなんですよ。前この色持ってたんですけど、ケツに穴開いちゃって、あの、捨てて、全然なかったんで、まあ新しくまたこの色買いました。大きさもちょうどいい感じです。で、お値段なんですけれども、上が1280円で、この下のジーパンがね、これがやばくて、これが880円です。もう古着はね、もう一回買ったらやめられないですよ。もう探すのも楽しいし、もうめちゃくちゃ安いからいっぱい買えるしっていうね、もうまさに夢のようなね、場所だと思います。じゃあ、次行ってみましょう。次はね、こちらのトップスなんですけれども、まあシンプルに、黒のね、T シャツです。灰色ですね。まあこれはね、特に言うことないんですけども、俺灰色の T シャツとか全然持ってないし、これ実はね、さりげなくコロンビアで、まあこれがね、2000円で買えたんで、まあいい買い物かなと思って買いました。まあシンプルにジーパンとも合いますし、まあね、色合い的に、まあジーパンとすごいマッチするなと思って、カニの、カニ味噌大好き。ブホイ！はい、ということでこちらがラストになります。こちらもトップもボトムも、古着屋さんで買いました。これトップスは、なんか画面上なんか白飛びしちゃってるんだけど、まあ近くで見ると、まあこんな感じの主張の激しくない柄シャツになってます。やっぱその男子の夏ってそのユニクロとか GU とかで結構シンプルになりがちなんだけれども、まあここでね、柄シャツをね、一枚さらっと着てることによってなんか周りとの差をつけられるんじゃないかなって気なんね、思ってるだけです。チェキー。こちらのボトムスはまあ普通に黒いね、あのボトムスなんですけれども、まあね、俺基本的に服でっかいサイズが好きなんで、よくこのね、あのディッキのね、あのハーフパンツとか履いてるんですよ。なんかよくライブキッズが履いてるような、こういうやつをよく履いてるんですね。で、これもね、あのケツを見捨てるわけじゃないんだけど、これもディッキなんですね。なんでこの膝あたりの部分がすごいゆったりしてて、まあね、すごい着やすいですね。あと最近流行りのね、このマジックテープのね、ポッケもついてるんで、まあこれめちゃくちゃ可愛いんじゃないかなと思って買いました。こちら上が1200円ぐらいで、こちら下が1700円ぐらいでしたね。なんでまあこれでも3000円ぐらいのコーディネートですね。というわけでまあ全部で6点買って9500円ぐらいでした。まあほぼ1万円ですね。いやね、服6枚買って1万円はね、マジで安い。これを機に古着屋さんとか行ったことない人はもうぜひぜひ行ってみてほしい。なんか探してる時間も楽しいし、例えば下北とか行くと、もうその歩いてる人たちがおしゃれな人ばっかりだから、もうそれ見てなんかね、こう研究もできたり、もうほんとね、古着はね、いいことづくめなんで、ぜひぜひ皆さんもね、古着買ってみてください。また次の動画でお会いしましょう。じゃあ！なんか母親に髪染められるシリーズ。前作もあるよ。